迷うなぁ。悩む。ちょっと待って、合わせたいわ。せっかく一緒にやるんだったら、なんかいいシナジーとかないの？なんだろうなぁ。毒にするとか、氷状態にするとか、ローグはなんか4種つけれた。オオじカミゃあ、にネクしロマンサーたにかしまな。す。何これ、体型？体型なんかどっちでもいいんだけど。あ、でも右の方がクマひどいから右にしよう。いいねー、なんか。不健康な感じがすごくいい。すごい合ってるよ。目の色を変えとくか。ヴァンパイアレッド、なんで？白目も黒くなっちゃってんだけど。クズは二人おって いねえよ。ふざけんな、ふざけんな。ダークブラウンがいいかな。ちょ、さすがに白目あった方がいいよね。そう、どう？相方としてどう思う？白目ないね。ヴァンパイアレッドってのがあんだけど。あ、色に？目？だけど、白目の部分が黒くなっちゃってんだよね。まあ、いっか！なるほどね。まあいいや。匂いはこっち。それ多分あれだ、ネクロしかないぞ。ヴァンパヴァンイアパイアレッレッド。あ、じド。ゃあつけよう、じゃあつけよ相方としてどうってなんだよ。いや、どうかなって。いや、めっせっかちゃくならヴァンパイアレッド。いいな。海外特有のなんかくすんだキャラメイクいいな。確かに海外っぽいな、キャラメイクの。いいよ、すごくいい、このゲーム。すで結構上がってにいい。るやん。いや、おもろい、やりたかったんだよね。どっかのタイミングでマジでね、ディアブロ僕もやりたかったから、ローキー終わったわ。来た、ハードコア。早ない？お前、なんか。で、リワールンドクティドアタトゥを2にしたら、経験値多くて敵が強くなる。ー。危ないんじゃないの、それ。2でしか遊んだことない。ええー、2いいじゃん。2にするとクズハ最初のボスで死なんかな。大丈夫かいや、な。大丈夫だろ。まあ、さすがに大丈夫か。うん。いろんなゲームやってるからね。ワールドティア、さらなる手応え。マジで 2？ 一応僕2でしかプレイしたことじはないゃあ2けにど、しよう、じゃあ2にしよう。ハードコアモード OK。ある程度死なずにはやれた。発売日が悪魔の日っていうのもすごい。今日なんだっけ、僕らエディションの特典で、早めにでき早るいってけだけど、で6月6日なんだ、本来。確か6月6日のはず。いいやん。怖雪の夜。馬寒そう。馬はね、寒そ馬マジで寒そうだな。う。やばい。馬どっか行ったんだけど。危険な顔してるな、キャラクター何？まだなんだけど、馬死んでるのかな？ちょい早いか、僕馬の死が。んでるわ。結構だちゃな。んとだ。ちゃんと死んでる。結構だったよ。大丈夫、みんな。みんな大丈夫。思ったよ。いいねー。あ、やばい。ねえ、怖っ。おわはは！何これ？めっちゃいい。そう、なんかね、ベータ中はさ、あれだったけど、すごいレアなモブを倒したっていう称号とかあったよ、オープンワールド。あ、すごい、アンデッドになった。めっちゃいいじゃん、ネクロマンサー。リスナー来た。リスナー召喚した。リスナー召喚したわ。すげえ、なんかリスナーが一致団結してる。勝手に戦ってんだけど、こいつら。あ、おい、人が。やばそう。ボスとかかな。やっべ。ごめん、なんか殺しちゃった。お前ふざけんなよ。ボスじゃん。なんか殺しちゃった。 やばい。うわ、これ遠距離だとめっちゃ楽だな。やばい、リスナーが死んだ、全員。やばいか、これ。あ、よかったよかったよかった。これでまた新たなリスナーを作れる。めっちゃこいつは逃走手伝うわ。ほら、怖い。よし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 。いてててててて。バコンいったぞ。あ、すーよ。めっちゃいいじゃん。おわあ。なんで殺したんだよ、お前。ごめん、なんか目についた。嫌な女だな。嫌な女だった。嫌な女だな。廃墟は片付いた。廃墟は片付いて。町はもう安全だ。本当ですか。本当ですか。まさに天の使いです。すごいな、俺ら。ああ、ごめんなさいね。お渡しするお金がなくて。ふざけてるだろ。おい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 。やっちまおう、やっちまおう、こいつら。一杯飲んだらどうだ。は？シチューの味を洗い流せ。
何を言ってるんですか。よろしければぜひご一緒に。朝起きたらこいつは全員骸骨になるんでしょ。うん、ノリノリだな。で俺のリスナーになる。全員全員全員俺のリスナーになる。ノリノリじゃんか。いやこれ楽しいね。フリしてる。あー楽しかったで全員肉塊に変えてリスナーに変えます。そばだあれなんだ、潜めてるんだ。え、うん、ええ、あれ、おい酒弱いもしかして。え、盛られた一服。おい、え、あ、盛られてるわ。ふざけんなこいつら。助けてやったのに。え、ガチで皆殺しにしちゃうがいい。あ、来た。どこに運ぶ気だこれ。リスナーは俺だった。落ちるだろその乗せ方だと。ちゃんと上まで乗してくれな。途中で落とすぞ。段差とかで落ちるぞ。え、待って最悪すぎる。吐くなの道端に唾を。いいね、終わってるわ人間ってやっぱ。己の死体を見た。その口からは憎悪が吐き出されていた。父は炎でおのこらを弔い、母はその灰から新時代を築いた。どんな世界観だよ。わからん。翻訳合ってんのかもしんないけどむずい。羊の群れが狼を貪るように、弱き者が強くなる光景を見た。砂漠の宝石に血の涙が降り注ぎ、地獄への道は引き裂かれる。こういう書物あるわ。え、毒盛られたのこれ。原価睡眠薬なのか。ラズマだよね。普通に睡眠薬じゃない。僕ムービー飛ばしてたけど、うん、こいつらに話しかけたはずなのになんでこんなことになってるんだろうみたいなシーン何か怖かったな。なんか助けたはずなのに全員死んでるみたいな。なんかあったね、そんなシーン。こういうことだったんだな。こいつら常習犯やん。え、これ吊るしてるってこと。え、なんで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 、え、なんでえぐいやってることこいつら。やりたい放題じゃん。母の血、母の御体を持って、その冷凍っていうやつじゃないの。え、死ぬ前にな。やばい、すごい近い。逃げだろ多分。お、まだダメだこいつは。おいおい、ナイストライ。こいついいやつだったん。やつらが来る。もうこの村は終わりだ。起きろ、起きろ、起きろ。無理だよ。起きろ。戦って起きるんかい。起きるんかよ。そこ休めな。皆殺しにしよう。光の五加護。助けてくれたこいつ。救われぬ魂と。アリスナーいるわ。さあ始めよう。来た来た来た。弱っ。舐めやがってこいつら。舐めんなよ。帰ってくると思わなかったってこと。下へ入どこ。ぐちゃぐちゃにしようぜ。え、それ強そうだな。なんか地面ドン。俺なんか強そうだけどどう強いのかわかんない。祝福を受けて、うん、出た出た出た。そういうやつね。死んでもああなんとかさまよって言って死ぬタイプね。いるいる。もういいよ全員殺そうよ。とんでもないもん食わされてんな。本物なのか。何これ。おお、おお、おしゃれ、おしゃれ演出きた。おっさんや。おお。やっぱてっぺんから交代してくのかな。人によるだ。でもあえて剃るんかな。そこまで行くと。うん。たまに見るよねあの髪型というか。ねえ、そこまでいったらスキンヘッドにしたくなっちゃうな。もういや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 、まだ希望を持ってるから。嘆かわしい。政府が救いの道を示してくださったなのにその道を断るごとに踏み外す。怒ってるぞ。なんか何何何も賭け事もする。村人のこと。物を盗む。嘆かわしい。殺されちゃうんじゃねえ。嘆かわしいね。あ、新しい導き手が来るぞ。
バラかこれ本当に。血の花びらだから血なんじゃね。血管通ってる。うわ。人の。来た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 ー。ディアブロっぽくなってきた。痛そう普通にその段差は。愛しい子。うわ。うわ。おお。世界をむさぼる。パッケージモンスターや。パッケージの人だね。救いは光になく、斧が内にある。地獄の帝王。信仰。起きた。心からの望みを認めず否定する。故に斧の囚人となったのだ。鎖を断ち切り。斧が真の姿を知れ。イカチ。首輝きより離れ。お。美しき罪と。え、同じ目してないか。ねえ、右目同じだよね。おお、いいですね。だ、小さやばい、そんなこと言うと。あー、こいつ死んだ、こいつ。あ、はいや。あ、まだ死ななかった一撃じゃ死なないか。私だ、子供の洗礼を覚えているだろう。ああ、殺っちまったお前どこ常日頃から持ち歩いてんのか刃物。ダメですね、教祖交代。あら、いいですね。なんだこいつ。え、スネープ教授声がな声がスネープや。似合ってるな。準備を続けるがよい。真の使命が始まる。うえーってなっちゃったんだよってことね。誰でもいいから倒してよ早く。あ、やばい、 PVP エリアで負けるとハードコアはゲームの終了らしい。いいじゃん、命がけの。いいじゃん、命がけの PVP だもん僕ら。楽しみ。まあ多分配信2時間ぐらいしてキャラロスしたら配信終了やね。このゲームちゃんとハードコアだからね。ちょっと1回振っていい？ホームプリズンとコープスエクスプロージョンだとこれリスナーいらなくなっちゃうな。ぶっちゃけ用済みかもです、リスナーおもろ、まだ働かしてやるか。うわ、時間解けんなこのゲーム。いやマジ解ける。ビビったもん、さっきの時計見て11時半だった時もうこんな時間あった、もうこんなのかと思った。